お元気ですか？ボクシビです。今回はエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカード開封動画2回目でございます。なんとですね、こちらのカードの中にはあの直筆サインカードですね、あの今は、ね、ドジャーズに在籍している大谷翔平投手の直筆サインカードが入ってるかもしれません、ね、ではね、早速ね開封していきたいと思います。はい、それでは6袋開封していきたいと思います。まずはね、1袋目でございます。宮西直樹投手でございます。新垣隼人、投手でございます。中島拓也内野手でございます。これは浅間大輝外野手でございます。で、直筆サインカード出ましたけどね、これはちょっとね、後で紹介したいと思います。松本剛外野手でございます。2袋目でございます。八千亮太内野手でございます。谷口優也外野手でございます。で、上沢直之投手でございます。北山幸喜投手でございます。で、八千光太投手兼外野手のカードでございます。こちらで、ね、15C でございます。で、栗山英樹前監督でいらっしゃいます。3袋目でございます。伏見トライ捕手でございます。宮西直樹投手でございます。伊藤大海投手でございます。で、奈良間大輝内野手の金箔サインカードで付きでございます。矢沢浩太投手兼内野手のカードでございます。松井博俊投手でございます。4袋目でございます。万波中正外野手でございます。古岡伸也捕手でございます。アルツメンディアルカンタラ内野手でございます。上沢直之投手の金箔サインカード付きでございます。安西かなと投手でございます。加藤孝之投手でございます。5袋目でございます。鈴木健也投手でございます。白井和幸内野手でございます。上川畑大吾内野手でございます。長間大輝内野手でございます。上沢直之投手の銀箔サインカードで、これね、2枚目でございますが、銀箔ではありませんね。
これは白、ホロ白サイカードから虹、こういう風にね、虹が出てきます。これがね、限定カードでございます。50枚、50シリでございます。失礼いたしました。で、佐藤豪介、内野手でございます。で、最後、6袋目でございます。おっと、失礼しました。ちょっとね、ハサミをね、滑らせてしまいました。はい、新垣隼人投手でございます。中島拓也、内野手でございます。江口大河、外野手の、これはね、こういうね、カードでございます。例えが分かんなくてすいませんけどね。で、清宮幸太郎、内野手のカードでございます。金村翔馬投手でございます。堀水木投手でございます。で、お待ちかねの直筆サインカードでございますが、こちらでございます。これルーキーが出ました。金村翔馬投手でございます。こちらがね、47シリでございます。はい、以上でエポック2023北海道日本ハムファイターズプレミアエディションベースボールカード開封動画2回目を終わりたいと思います。で、明日もね、同じのやりたいと思います。で、またね、2024年の BBM カードもね、出ますので、2月の下旬か3月の上旬にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。